は、このところ立て続けに、なんか引き寄せることがあります。こうしたいなとか、この人に会ってみたいなとか、いつかこういう風にしてみたいなって思って、それに関する本などを取り寄せることもあるんですが、そうしていると向こうからその方に会えたりします。すごくびっくりしています。思うは招くだなという出来事がありますので、皆さんもやってみたいなとか、これ無理かもしれないけど憧れてるんだよなって思うことは、ずっとずっと思い続ければ叶うと思います。そして近づくことができると思います。私はまさに最近、2つ続けてそういったことがあったので、皆様にも、シェアしたいなと思いました。今日はこんなお話でした。アンドソンのオーラです。今日もありがとうございました。